こんにちは。今回はこちらです。結構熱烈なファンの方もいらっしゃるかと思いますが、広渡川の純米吟醸室賀生原酒です。醸造元は福島県は天栄村松崎酒造さんです。このままスペックも紹介します。原材料は米と米麹のみ。塩米は品種の記載はありません。精米部合は 50%、 アルコール度数は16度というふうになっています。こうですね。じゃあ開栓していつも通り順に報告します。ポンっていい音がしましたね。広渡川はもう1年以上経ちますかね。2019年の終わりの頃、福島市内の飲食店で特別純米の方をいただいたんですね。報告の動画も上げさせていただいているので、もしよろしければご覧ください。まず香りから。いい香りですね。フルーティーで華やかで今風の飲みやすいタイプの日本酒を連想させてくれるようなとても良い香りなんですけど、私絶対福島の特有の香りってあると思うんですよね。ちょっと浜通りだけわかんないんですけど、中通りと奥の会津ですね。結構距離感もあるんですけど、共通して感じる香りがあると思うんですよね、絶対。この匂い好きなんですよ。実際に口に含みます。やっぱり美味しいですね。香りの続きとして、フルーティーで華やかだっていうのはそのままですね。やっぱり味わいについても、これも福島らしさみたいなのが絶対あると思うんですよね。これ私しか言わないかもしれないですけど、そして間違ってるかもしれないですけど、福島特有の味がしますね。うまいですね。で、酸味がそこまで強く主張してるわけじゃないんですけど、本当に程よく効いてるんですよね。華やかさと爽快感っていうのをうまく演出してくれてますね。しつこくないんですよね。本当にすっきりしてる。粘性もそこまで高くはないですね。味わいとマッチしてすっきりした印象をさらに強くしてくれています。割と福島のお酒は濃ゆいものが多いかなと思うんですけど、これは結構すっきりした感じですかね。しかし味わいの濃さっていうところでいくと、そこまでこう淡い感じでもないですね。主張はそれなりにあって、ある程度の濃さをちゃんと保って、飲み応えも力強いものを感じます。空になってしまいましたね。またアルコール感そこまで高くないですね。程よくといったところですか。ドライ感がそんなに強くないんですよ。口内に置いている間はそこまでこうお酒っていう感じは強くないですね。飲み込んだ後にちょっとこうふわってくるぐらい、それくらいですかね。美味しいですね。天栄村は福島の本当に南の方なんですよ。白川の若干北ですよね。だから少し距離感はあるんですけど、栃木の那須のちょうど裏手というか、結構雪深い地域にあたるかと思うんですね。山あいのところですよね。一回行ってみたいなーってずっと思ってるんですけどね。なかなか交通アクセスが難しくて。でもね、中に入れていただけないとしても、ぜひ外観だけでもね、近いうちに見に行きたいと思います。といったところです。今回も最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。またどうぞよろしくお願いします。